入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。こんにちは先生。はい、こんにちは。私はイスマイル・シャンと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、イスマイルさん、まず簡単に自己紹介お願いします。はじめまして、私の名前はイスマイル・シャンと申します。24歳です。私の生年月日は2000の2月の2日です。私はサンジャパニステテニステニセンターで、サンジャパニステニセンターに学生です。私はバングラデシュの人です。私の趣味はサッカーをすることです。私は独身です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの生年月日を教えてください。2000の2月の2日です。今何歳ですか？24歳です。あなたはどこで生まれましたか？ウミラにティタシに生まれます。生まれましたね。あなたはどうして日本に行きたいですか？勉強しに日本に行きたいです。あなたはなぜ他の国なしで日本に留学しようと思ったんですか？日本の平野と安全な国です。日本の人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいですから日本に行きたいです。行きたいですね。あなたはいつここを卒業しましたか？去年の22月です。9年の2月です。2月ね。わかります。今何をしていますか？日本語を勉強します。あなたはいつからいつまで日本語を勉強しました？9年の3月から8月までです。どのくらい日本語を勉強しましたか？6ヶ月ぐらい日本語を勉強します。日本語の勉強はどうですか？ちょっと難しいか面白いです。面白いですね。どんな教科書で日本語を勉強しましたか？みんなの日本語です。みんなの日本語ですね。日本語の能力試験受けましたか？はい、受けます。はい、日本で何が一番好きですか？富士山と桜花が好きです。好きですね。日本の首都の名前は何ですか？東京です。東京ですね。東京はどんな町ですか？綺麗な賑やかな町です。日本に行ったらどこに住みたいですか？学校に留学住みたいです。住みたいです。学校のお金払いましたか？いえ、はい、払います。誰が払いましたか？母が払います。日本の学校の学費払いましたか？はい、払います。誰が払いましたか？母が払います。わかりました。あなたの決死弁者、スペンサーは誰ですか？母です。母ですね。お母さんは何をしていますか？商売しています。どんな商売をされてるんですか？その店で服を作っていますか？売っていますか？はい、売っています。売っていますね。わかりました。日本に行ったら一番したいことは何ですか？京都へ行きたいです。京都へ神社と寺を見たいです。あなたの宗教は何ですか？イスラム教です。イスラム教ですね。わかりました。あなたは自転車に乗ることができますか？いえ、できます。あなたは車を運転することができますか？いえ、できません。家族は何人ですか？4人です。家族は何人ですか？4人です。誰と誰がいますか？両親と姉と妹と私がいます。わかりました。あなたはいつ日本に行きたいですか？服の商売をしています。どこで商売をしていますか？クミラのゴリポルに商売しています。わかりました。服の店がありますか？はい、あります。ありますね。店をもらったらすぐにでも行きます。行きたいです。わかりました。日本に友達や親戚がいますか？いえ、いません。いません。わかりました。日本で学校はどちらですか？ウツマインターナショナルスクール。その学校はどこにありますか？大阪にあります。大阪にありますね。あなたは日本に留学したことがありますか？いえ、ありません。日本料理食べたことがありますか？いえ、ありません。日本のビザ申請したことがありますか？いえ、ありません。あなたの好きな肉は何ですか？牛肉です。牛肉ですね。好きな動物は何ですか？犬です。犬ですね。怖い動物は何ですか？蛇です。蛇ですね。わかりました。じゃあ日本の食べ物の名前を知っていますか？はい、知っています。はい、名前を教えてください。寿司、天ぷら、ラーメンなどです。などですね。わかりました。日本に行ったら何を食べてみたいですか？寿司です。寿司ですね。わかりました。バングラデシュはいつが一番寒いですか？1月です。バングラデシュはいつが一番暑いですか？5月です。5月ですね。わかりました。はい、面接はこれまでです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。